はい、じゃあね、ここで次回の明日ですね、農業日担当に宿題を出そうと思います。明日の配信メンバーは、クリスティです。3期生の、同じ3期生のクリスティです。何がいいかな。そうですね、もう年末だからお正月とか大晦日とかね、クリスマス、まあ明日、そうですね、イブですね。なんかイブの、何がいいかな、なんかそういうのにちなんだね。何がいい、何がいいかな、難しい。何がいいかな、何がいいかな。クリスマス、いいね。クリスマスの告白いいね、それにしよう。やられたら嫌なやつだ。どうだ、じゃん、クリスマスデートの後の告白。いや、私絶対やりたくないな、やられたら。いいお題ですねいいお題ですよね、はい、イエーイなんかボード可愛くなってる。はい、楓からはこちらです。クリスティへ、クリスマスデートの後の告白、楓より。やっぱさ、デート字うまいよな、読みやすいクリスマスデートの後の告白、なんやろ、何がいいかな。じゃ、なんて言ってほしい、クリスマスデートの後。それ言うよ。うん、普通真夏さんの字汚くない？真夏さんの字も読みやすいよ。方言で。オッケー。いや、じゃあクリスマスデートの後の告白。なんて言うよ。いや、せーの、はい、今日は楽しかったね、ありがとう。明日も真剣付きやけんな、また明日もデートしようね、はい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 オッケー、やった、よかったね、まあ街中には溢れてるんでしょうね、こういう人たちが。青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、やるしかねえ。